圧圧怖くない？3人の圧って怖くない？断りづらいじゃん。あの何度もご連絡をいただいたにもかかわらず電話口にすら出ないで、すみませんでした。いやもうこういうところあるからカノ好き。ちゃんとへりくだるところはへりくだるしね、オンオフがちゃんとしてるというか。たこ焼き買ってきたんだけど食べない？いや気が利くねミリさん。ごめんね帰るとか言って、いいよいていいよ、顧問だもんね。これまでの非礼を詫びる時はに対してミリさんは食欲に訴えかける形で和解の申し出をした。いやここら辺大人だね。まあよくはないし、うちもおこごと言わないといけないんだけど、それでまた来なくなっても困るじゃん。なんか今も楽しそうだったし、その調子であと1年半過ごしてよ。したら卒業するときにあの半年間学校来とけばよかったってなるじゃん。もうすごい神ミリさん、なんで俺の先生になってくんなかったのミリさん。そんな素敵な考えしてる先生あんまりいなかったよ俺の学生時代は。はい、通りまたあこばしよ、たこば、それで楽しく生徒会しよう。うちのいとこ助けてあげてよ。一瞬だけ空気が気まずくなったものの、ミリさんのなんだこれ大岡さばきわからんにより、ひとまずこの場はたこ焼きパーティーと相なった。二人だとちょっと寂しいけど、三人なら生徒会の体裁が整った感じすんじゃんね、生徒会長。三人寄れば文字の知恵と日和も言っていたしね。にしても何もないな、主人公は生徒会長という役職しか。はっ、よく考えてみれば時はにも生徒会長になる資格があるのでは。友助が二人とも連れてきたのに今更会長交代とかないでしょ。そうだね、生徒会長としてやるべき仕事は一つしかもしれない、人材確保というすごいパワーの強い人材を確保してくるっていうだけが生徒会長の仕事かもしれないね。は？私がここへ来たのあんたに言われたからなんだけど、最初からやる気ないわけ？違う、そうは言ってない。会長職が俺だとは決まってないと言っただけ。昨日の夜にお兄ちゃんが会長、私は副会長ってじゃんけんで決めたでしょ？じゃんけんで決めたんだ。じゃんけんで決めたっつっても運ゲーじゃないのよあれ。ほぼ話し合いみたいなもんだったよ。なんなら日和からの命令系だったよ。話し合いで決めたって言ってなかった？だって時はもう日和が会長を務めてた方が嬉しいのでは。日和のファンみたいだし支えようって気持ちになるはずだ。確かにね、推しを支えるなんてオタクとしてはこれほどないまでのお仕事だもんね。まあそれは。でも小泉さんが忙しいのは分かりきってることだし、会長やってもらうのは無理だと思うよ。冷静なオタクがいるなここに。ちゃんと推しの状況とか把握した上で言ってるもんね。まあ泉だったり小泉だったり紛らわしいので、ひよりんでいいですよ。うわー、この距離の詰め方陽気だわ。ひより外面だからなのかは分かんないけどね。でもひよりは人付き合い良さそうな子に見えるからな。ずっとこんなテンションなんだろうなきっと。私はひよりんが副会長でもちゃんとついていくよ。泉が会長でいいよ。やる気あるんでしょ、それともないの、どっち？生徒会に対してやる気がないわけではないんだ。だからそのもう少し責任を負わずに済む役職というか。ぐ、日和とミリさんがニコニコしながら俺を見守っている。時はへの建前とはいえ、自分でもやる気があると宣言する羽目になるとは思わなかった。日和の単位のためなんだけどな。でもその日和の単位のためにやる気があるってことだからいいんじゃないか。私原画作業で忙しいからな。お手伝いみたいな位置になりそう。もう多忙な生徒会役員いるじゃん。回んのかこれ本当に生徒会は。しかしよく考えてみれば、うちの妹と同じく時矢も私生活が忙しい身だった。もうお前忙しいふりすんじゃねえよっていうツッコミ入れられなくなっちゃったね。もうちょっとこのネタ引っ張りたかったんだけどな。と言いますか、ののかさんはお忙しいのによく生徒会入りするのを引き受けましたね。そうなんだよね、声優の日和は忙しい忙しいってもうゲーム側としてもさめっちゃアピールしてきたけど、実はカノンめっちゃ忙しいよね絶対。まあ泉のことを嘘つき扱いして煽っちゃったし、約束くらいは守ろうかなと。いやもう義理がたいんだよな、人情で生きてるよねカノン、そこが好き。約束、時は割と義理がたい性格みたいだ。というわけで私を引き込んだんだからあんたが会長やりなさい。候補者リストにはもう一人だけいるんだ、彼女の意思を確かめよう。やんないと思うぞ、100万歩譲ってアスミが入ったとしてもアスミが生徒会長って想像できないもん。お兄ちゃん、それは諦めが悪いどころか往生際が悪いやつでは。っていうかもう一人の候補は1年生なんだけど、後輩に重役を押し付けないでよ。あ、ここに主人公の居場所はないな。
生徒会室がもう城だと言っていた主人公が遠く懐かしい存在になってしまった。1年生の後輩、そう、あと一人の候補とは昨日たまたま出会ったあの天使だ。あの天使に無理ですなんて泣きそうな顔で言われたら、任せろと無駄に男気を発揮してしまいそうだ。確かにこの子が無理ですっていうことは本当に無理なんだなっていうので力貸したくなっちゃうもんね。というか、またあの子と会えるのかな。顔を思い出すだけでドキドキしてきた。あ、そうじゃん、明日じゃん、アスミとコンタクト取んの。そうだ、せっかくだから3人で勧誘に行ってきなよ、今から。圧圧怖くない？3人の圧って怖くない？断りづらいじゃん。は？なんて？今からあの天使に会いに行く？突然の命令に俺は動揺した。昨日の今日で家まで押しかけようものならこの人ストーカー？と誤解されてしまう。事前に連絡を取って個人的に事情を説明しようと考えていたのに。先生、勧誘というものは時期を見計らって行うものでして。カノの勧誘考えてみよお前。速攻で言ったやん、生徒会長という役職をもらったその日に言ったやん。シンポジウムはあさってなんだってば、時間ないんだよ。そうじゃん、2日後じゃん。てかむしろさ、もう生徒会長主人公って決まりきってんだから、役員わざわざその3日以内に決めなくてもよいんじゃないか。いやでも日和も時はもう忙しい身なわけですし、スケジュール無理して開けたからむしろ今日の方がいいかも。そうだね、今日バリバリに開けたからその分のツケが明日以降に回ってきてんだろうね。私も明日はがっつり絵描きたい。お前学校来る気ねえじゃねえか。何の絵だろう、すごく気になる。く、教え師との距離が近すぎて辛い。何その贅沢な悩み。あともう一人の子との初対面が泉との三人きりよりはひよりんがいてくれた方が助かるかな。どうせ一緒に生徒会やるならみんなで一緒に顔を合わせた方がいいですよね。ああ、なるほどね。ちょっとひよりそのキャラずっとやんのかな。生徒会室と家でちょっと分けてるかもしんないね、お兄ちゃんがいれど。決まりじゃ、ほら3人で行ってきなよ。ぐ、もはや断れる状況じゃない。このままではストーカーとして最悪の再会を果たしてしまう。もう主人公ずっと自分の心配しかしてないもんな。いや謎の女2人に拉致られて生徒会室へ来てみれば、そこには救いのヒーローが、であれば面目は保てる気がする。そうだ、俺はここで待機して2人が迎えに行くっていうのは何様のつもりじゃ。猫かぶりを崩さぬようじゃれ合い風に地獄漬けを食らった。結構痛い。うまいなあ日和。ちょっと家と外の中間って感じなんだね、生徒会室だと。味方のつもりで生徒会へ引き入れた日和がむしろ俺のお目付け役になっている。妹にリードを引かれるようにして学園の外へ連れ出された。そもそも俺と勧誘対象の1年生に面識があるというのは2人に説明しておいた方がいいのでは。そう気づいたのは昨日の公園に着いてからだった。昨日のうちに勧誘していたといえば嘘になる。しかしコンビニで出会って連絡先を交換したという事実の方が嘘くさいという、この確かに。あ、そのレア度の高い方を実現させてんのお前って言われるもんな。てか旗から見たらナンパしてるようにしか見えないんだよな。どう説明しても俺から声をかけたくさい話になる。かといって女の子に声をかける勇気など俺にないのは日和が一番知っているだろう。いやでもどうだろうね、日和はお兄ちゃん取られたとかお兄ちゃんが他の女の子に目移りしてるみたいな感じで怒り狂いそうだけどね。そこら辺大丈夫かしら。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。